せーの、温泉は、はい、林ここです。白川水菜です。せーの、温泉女子高生です。イエイエイエイ、始まりました。わー、温泉はって言わなきゃいけない。そうなんです、ね、これは挨拶なんです。そうなんです、今回ですね、まあ秋ですね、うん、秋になりました。秋になりました。ようやく涼しくなってまいりまして、うん、秋といえば何ですか。食欲。確かにね、それもありますね。他には芸術。あ、なんかすごい忘れた感じになっちゃったけど、そうなんです。芸術のね、秋というわけで、今回はですね、ちょっとこう芸術に関することをね、ちょっとやっていこうかなって思います。はい、というわけで今回も皆さんもうお気づきだと思うんですが、お気づきですか。お気づきですか。ゲストの方をお迎えしてます。この方です。はい、皆さんこんにちは、山崎遥です。よろしくお願いします。お願いします。すいません、なんかこんな女子高生の間になんかヤンキーみたいなの入ってた。そんなことない、そんなことない、すいません、そんなことないです。すごくフレッシュで、めっちゃいい。ありがとうございます。すごい、もうフレッシュと若さだけがね、売りの番組となっております。はい、というわけでね、そんなあの山崎さんをお迎えして、うん、今回はね、ちょっとある企画に挑戦しようと思うので、ちょっと山崎さん紹介していただけますか。はい、題してフィギュア鑑賞会。もう見えてる。そうですね、もうここに並んでるんですけど、うん、フィギュアお好きなんですか。そうなんです、私フィギュアテレビの前に飾ってるんですけど、はい、おテレビの前に。そうなんです、マーベルがめちゃくちゃ好きで、ーマーベルの SH フィギュアをぶわっていろんな形にこう、マーベルの SH フィギュアってこう関節が動くんですけど、その関節動かしてちゃんとこうなんかいろんなポーズができるんで、うん、それを並べたりとか、すごい。あとホットトイズっていうお店があるんですけど、うん、そのホットトイズのフィギュアがもう高価なんだけど、すごく好きで、もうそれをめっちゃ写真撮るのが好き。そうなんですね。そう、もうめっちゃ最高。顔のパーツとか手のパーツとかがいろいろ変えられたりとかして、電池入れると胸が光ったりとかね、アイアンマンの胸光ったりとかするの。すごい。いや、面白い。素晴らしい。だけど、はい、ちょっとこんなねオタクみたいな話しちゃうけど、うん、ちょっとオタクとは聞いてるんだけど、はい、ちなみにフィギュアは、フィギュアはですね、持ってるんですけど、うん、あんまりこう集めたことがなくて、私は最近初めて自分でフィギュアを買いまして。お、どんな。クイーンのクイーンってトランプのじゃなくてバンドのクイーン。そうなんですよ。すごい。そうなんです、クイーンがすごい好きでして、私、うんうん、ファンコっていうこう、うん、ロックのアーティストとか海外アーティストをこうデフォルメ化してフィギュア化するっていう商品がありまして、それのクイーンのものを集めて最近。あ、そうなんだ、はい、すごいね。ちょっともう最近の出来事になる。そう、結構最近ですね。す、初めてフィギュア買ったのはそれですね、記念すべき初フィギュアが。そうなんです、クイーンでした。なるほど。そうなんです。ちゃかちゃんは。私は自分で買ったことはないんですけど、なんか友達が好きなアニメの一番くじをやってる時に引いて、推しじゃないからこれいるって聞かれて、なんかよくわからないけどもらった。よくわかんないけどもらったの。フィギュアってだいたい一番くじの A 賞とかラストワン賞だから、きっといいものだから。そうですね、レアですね。取っといて。すごい綺麗だ。綺麗だった。綺麗だった。よかった。よかった。うんうん。はい、ということで、はい、ただ単に鑑賞会しても、まあつまらないなって思ったので、うん、まあここに今、フィギュアが4つ並んでるんですけど、この中でこう高いのはどれとか、こう値段を当てれたらなっていう企画を持ち込みました。はい、そっか、じゃあフィギュアに不慣れな私たちは結構きついですね。あ、でもまあ、はい、ほら見て、見た目的になんかこう、確かに。でも私も自信がなくて、マーベルしか見たことないから、ね、自信はないんだけど、なんとなく見た目ではね、うん、想像はつきそうかなっていう感じはしてて、大きさとか、うん、うんうんうん、ね、うん、大丈夫大丈夫か。大丈夫、大丈夫、本当に一応同業者なんだ。いや、フィギュア好きのヤンキーが来たわけじゃないんだけど。そうなの、まあね、一緒に考えていきましょう。はい、ね、よかった。はい、というわけでね、早速フィギュア見ていきたいと思うんですが、今回このフィギュアの提供にご協力いただいたのは、あなたの欲しいがきっと見つかるでおなじみの駿河屋さんです。ありがとうございます。駿河屋さん、ありがとうございます。売り物を貸していただいて。そうなんです、
本当にありがとうございます。ありがとうございます。再生回数を伸ばさないと大変なことになりますね。だから手袋が用意してあるんだね。なるほど。触るときにじゃあすごいちゃんと手袋をして触りましょう。なんか鑑定団みたいですね。確かに。はい、それでは、早速ねやっていきたいと思うんですが、まずちょっとこっち側から見ていきましょうか。はい、一個一個。はい、こちらです、あ、触っていいのかな。てれん、こちらは、獣フレンズのサーバルちゃんのフィギュアです。かわいい。かわいい。まあ人気作品だからね。そうですね。あ、かわいい。あ、かわいい。感想がかわいい。かわいい。いいですね。なるほどね。なんかこうこの種類のやつは、なんかあの顔がすごくさ、こうなんて言うんだろう、ペイントがめっちゃ丁寧だなっていう印象がすごく強い。かわいいよね。かわいい。本当に。ペイントが丁寧で、めちゃめちゃアニメに似てる気がする。ああ、確かに再現度すごい。今パンツ見たでしょ。パンツ見たでしょ。こういうフィギュアって入ってるかなって気になっちゃう。ちょっと気になったよね、今。気になっちゃう。あ、すごいです。すごい。ちゃんとしてる。ちゃんとしてる。はい、続いてはデレン、なんかやばい、ちょっと触るのやめよう。下を持てば椅子に座ってらっしゃる。あ、椅子に座ってらっしゃる、なんかこれ床屋さんみたい。ゼイントセイヤの競艇アーレスフィギュア。ちゃんとアーレスさんかな。あ、ちゃんといます。いる。います。床屋さんみたいな。違う違う。すごい、ね、素晴らしい。でもなんかこう玉座に座ってるから、これすごい強い系のキャラなんですかね。ねえ、すごい。どうなんですかね。セイントセイヤってだって世代がちょっと、ねえ、ちょっとね、私でもなんか、ねえ、あんまりよく、セイシアしか知らない。そうそうそう、ね、歌しかわからないなっていう。わかる？あんまりだよね。やっぱりそうだよね。難しい。どうなんだろう。いつぐらいのフィギュアの、あ、でも最近のフィギュアなんですかね。続いていきましょう。続いては、あ、こちらですね。よいしょ。ルパン三世の峰不二子のフィギュアです。うん。おー、なんかさすが顔からすごい、顔が、顔よりお胸のが大きいレベル、ね、すごいですね。うん、わ、セクシー、セクシーだよ。なんかこの中では一番小さめだね。そうですね。うん、へえ。でもルパン三世はやっぱ人気だからね。人気ですよね。しかも峰不二子っていうところがフィギュアとしては、人気キャラというよりフィギュアとして欲しいよね。ああ、なるほどね。やっぱりね。うん、欲しくないですか、男性の皆様。そうですか。ねえ、あ、もうみんな頷いてる。もうそうなんだ。誰もが一回自分の女にしたわよ。誰もが。まあ、確かに。うん、ラストは、持って、ぜひ。あ、なんかすごい重量感ありそう。フェイトゼロのセイバーのフィギュア。あ、フェイト大人気。ねえ、これ良さそうじゃないですか。うん、なんかすごい。もう見ていいんじゃない。サイズ感大きいし。前から。わあ、すごい。めっちゃイケメンなんだけど。重量感ある。重たい。あ、すごい。本当だ、道路が削れてる。え、重量どんな感じですか。重い。一番重いですね。あ、本当。しっかりしてる感じ。すごい。剣とかも綺麗。髪の毛の流れまで綺麗だね。服のシワとかすごいな。これはちょっと、これはちょっと高そうだね。うん、さすがに高そう。ね、そうですね。でもね、一番くじって言ってたじゃん。一番くじの A 賞もこれぐらいすごいんだよね。そうなんですね。そうなの。だからもしかしたら700円、600円で買えるかもしれない。運が良ければだったらね。運が良ければ1回で当てたらとかも考えられるんだけど、普通に高そうでもあって。確かに。ちょっと難しい。難しいですね。